こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の学先生です。今日はですね、免疫力アップの方法をズバリお伝えしようと思います。これをやっておけば大丈夫っていう2つの方法がありますので、気になる方は最後までご覧ください。では早速ですね、免疫力アップの方法なんですが、まず免疫力アップをするとどんないいことがあるのかっていうところですよね。それぞれね、6つほど挙げていきました。1つ目が感染症予防、2つ目が風邪をひきにくい、3つ目が疲労回復、4つ目が美肌、5つ目痩せやすくなる、6つ目基礎代謝アップですね。でこれら6つをですね、1つでも何か獲得していきたいなっていう方は免疫力アップを測っていただくとより獲得しやすくなってきますので、美肌にもなりたいしね、痩せやすくなりたいし、いいことづくめですよね。ぜひね、この2つの方法を覚えていただければと思います。では早速ですね、方法からいきます。1つ目が顎シャカです。はい、顎シャカなんですが、このチャンネル内でもですね、何回も説明させていただいてるんですが、改めてやっていきたいと思います。まずですね、この顎のこの角張ってるとこ見つけてください。そこに中指をまず置いてもらって、他の薬指、人差し指っていうのは軽く添えてください。反対も同じように、顎の骨を見つけたら中指を置いて、残りの2本は添えるだけ。その状態でシャカ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 上下にやっていきます。これするとですね、唾液がじわーっと出てくるんですね。でなんで唾液が出てくると免疫力アップにつながるかっていうと、これはもう医学界で言われていることなんですが、唾液の量っていうのはイコールで免疫力ですよっていうふうに言われております。なので唾液の量が少なければ免疫力も低いし、唾液の量が多い人は免疫力も高いっていうふうに言われておりますので、唾液の量をアップさせるということが免疫力アップにそのまんま比例してつながってきます。なので唾液を意図的に出すことによって免疫力を上げて、美肌とかそういったものを獲得していこうと、そんな狙いがあります。なのでこの最初のやつが顎シャカになっていきます。これはめちゃくちゃいいです、方法としては。まあ、ちょっとね、なんか会社とかでこんなやってると、あれなんか怪しいことしてるねみたいな思われがちですけど、ぜひね、みんなに教えてあげてください。顎シャカって言うんだよっていう風にね。2つ目、ガムを噛むことです。はい、ガムを噛むことなんですが、これもですね、反射っていうものが人間にありまして、奥歯で何かを噛むことによってそれが反射として脳に伝わって、唾液が出てくださいねって指令がピャッといくんですよ。なので噛む動作をすること自体が唾液を出すことにつながるんですね。なのでこのガムを噛んでいただくことっていうのが、かなり唾液の量を増やすことにつながってきます。私自身もですね、やはり今この情勢でコロナっていうのはまだありますので、まあ、コロナになる前からもそうなんですが、電車に乗るときとか人混みに行くときっていうのは必ずガムを噛みます。そういうことによって唾液が出て風邪をもらいにくかったりとか引きにくかったりしてくれますので、ガムを噛むことによって唾液が出て風邪ひきにくかったりとか、あとは代謝がアップしてきたりしますので、ぜひこの2つ目のガムを噛むということも覚えておいていただければなと思います。あとはですね、唾液の力って本当にすごいものがあって、まあ、唾液って食べ物を消化する能力もあるんですね。なので唾液が十分に出ていない人っていうのは、口の中で消化があまりできないまま食べ物が胃に運ばれていくので、胃がもたれやすかったりするんですね。なので唾液をしっかり出しておくってことは、胃がもたれやすい人にとってはもたれにくくするためのいい方法でもあります。こんな風にね、唾液ってものすごくパワーが大きなものになりますので、この2つの方法を使ってで最初に挙げたチェックポイントの体を手に入れていただければなと思います。こんな感じでですね、このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報を提供しております。少しでも役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録していただけると、動画投稿のモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。